ビルス様、オラが勝ったら地球を破壊しねえでくれよな。いいだろう。でもこの宇宙には破壊神の僕より強いものなど存在しない。サイヤ人だよな。ええ、本当にうまくいったんでしょうか。僕には父さんの気を全く感じられないんですけど。それでいいんですよ。神の放つ気は普通の人間には感じることができないんですから。ヘアット、お前にはこれで十分だ。力の差が分かったか。うわあ、よっと。らしくなってきたじゃないか。サイヤ人だよな。ええ、本当にうまくいったんでしょうか。僕には父さんの気を全く感じられないんですけど。それでいいんですよ。神の放つ気は普通の人間には感じることができないんですから。そら、たん、ふっ、よっ、ていった。うわぁ、こっちだよ。らしくなってきたじゃないか。ここからが本当の神と神の戦いだ。そうこなくちゃ、オラの本気もまだまだこんなもんじゃねえぞ。
だよ。ビルス様、まだ全力出してねえだろ。バレたか。でもよ、分かった気するぜ。ビルス様くれ強くなっちまうと、全力でやれる相手なんかそういなくなっちまうもんな。それってお喋りはそこまでだ。君には分からんさ。ベジータ、悪いがオーラが生かしてもらう。チッ、勝手にしろ。私はね、あなたに少し感謝しているんですよ。感謝？気持ち悪いこと言うなよ。初めて努力したのも、あなたへの復讐心が何よりも勝っていたからこそです。ただですね、私がどんな思いで努力というものをさせられたのか、この私にとってそれがどれほどの屈辱にまみれた行為だったか、あなたわかりますか。くっちゃべってねえで早くやろうぜ。拝啓孫悟空様、感謝を込めて殺して差し上げます。少し黙りましょうか。やっぱおめえなんか隠してんな。よくわかりましたね。でもあなたもでしょ。お手芸めいっぺいやろうぜ。もう奥の手はなしにしよう。さあ次はおめえの番だ。持ってつけねえで早く見せてみろよ、特訓の成果ってやつをさ。では馬鹿正直なあなたに敬意を込めて、こちらも包み隠さずステップアップするとしましょうかね。お見せしましょう、私のさらなる進化を。金色は単純すぎるかと思いましたが、分かりやすくてよかったようですね。安っぽいネーミングですが、ゴールデンフリーザとでも言っておきましょうか。ゴールデンフリーザ。孫悟空さん、さようなら。本意ではありませんが、あなたを一瞬で殺してしまうかもしれません。ですから先にお別れを言っておいたんですよ。おめえのそういうところを腹立つけど、そうなっちまうかもしんねえ。何？
選手交代だ。